どうもチャコ先生です。今回はチョークの線の太さをコントロールする方法をご紹介します。以前チョークの持ち方の動画を出したんですけど、実際にこの持ち方で何にも考えずに板書すると、こんな風に線がどんどん太くなっていってしまいます。こうならないようにするためには、チョークを回転させながら書くっていう技術が必要になります。チョークを回しながら書くと、こんな感じになります、まあ。比べてみると違いは一目瞭然ですね。 回さずに書いたチョークは、こんな風に斜めに削れた形になるのに対して、回転させながら書いたチョークは、外側からまんべんなく削れていきます。チョークで字を書くと、書いた面が平らに削れます。同じ向きのまま書き続けると、その面はだんだん広くなっていくため、線もどんどん太くなっていってしまいます。そうならないようにするために、こんな風に、こう、線を引くたんびにチョークを回して、黒板に当たる位置を変えながら書くと、線が太くならないので、 結果的にずっと同じ太さで書き続けることができます。回しながら書いたチョークを真上から見るとこんな感じです。なんかボコボコしているのがわかりますかチョーク全体が少しずつ削れていくので自然とこんな風に小さな面がたくさんできるんですね。では、具体的にどこを黒板に当てればいいのかっていうとチョークの角です。この角が常に黒板に当たるようにチョークを少しずつ回転させると。 自然と一定の太さで描けるようになります。では、実際に板書している様子を見てみましょう。コツは、一定のペースで回し続けることです。例えば、2、3角ごとに回すって決めたら、だいたいそのペースを保ちます。と言っても、文字によって線の長さが違うので、あんまりこだわりすぎなくてもいいですけど、回し続けるっていう意識を持つことが大事です。って言ってる間に、今5回ぐらいチョーク回したんですけど、気づきましたか じゃあもう一回スローで見てみますね。わかりやすいのは、例えばここです。つの払いを書いた直後に、親指と人差し指がチョークから離れているのがわかりますかね。この瞬間にチョークを数ミリ回しています。で、さらにわかりやすいのはここです。見えましたでしょうか人差し指がチョークから離れているのがわかります。そして、このタイミングで持ち直していますね。 この間0.8秒でした。で、慣れてくると描きながら今持っているチョークの形がなんとなく感覚的にわかるようになるのでいちいち考えなくても書けるようになります。で、もっと慣れてくるとこういう風に一筆書きしながらでも回せるようになります。左のは回さずに書いたぐるぐるで右のは回しながら描いたぐるぐるです。うまくできるようになったらチョークが全体的に削れて 先端は少しだけ丸くなっていると思います。表やアンダーラインなどの長い線を書く場合は先の尖った形になります。明日教室に行ってみたらチョークの削れ方をぜひチェックしてみてくださいね。というわけで版書に関する疑問や悩みがあったら動画にまとめますのでコメントで教えてください。本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。